ストライクドッキング、堀ジェミオです。お疲れ様です。よろしくお願いします。お願いします。はい、モーストニュースが来たので見ていきましょう。まずはこちら。はい、ということで8周年記念でモンタマがね、初獲得のキャラをね、レベル5以上で手に入るという感じになりました。これ結構嬉しい人多いんじゃない？俺嬉しいです。これ嬉しいよね、うん。普通にレベル5にしちゃえば初獲得の星5キャラがね、今回は出るということなのでね。はい、皆さん、ちゃんとレベル5にしましょうね。そしたら初獲得確定なんで、まあ、僕とかなんか通常ガチャ券は全部揃ってるから、そのもしかしたら持ってない限定がさ、あれ対象だったら、あれそいつ初獲得で出ちゃうのかなとか今のところ思ってるんですけど、ありえますよね。どうなんですかね。ちょっとアムリタとか対象になんないですかね。だから来月の対象モンスター超大事よね。うん、来月の対象モンスターアムリタ来いよはい、とか思ってます。はい、そしてモンタマリドラで生き返られる限定キャラクターが更新来ましたね。雨の鳥船。はい、こちら発表されたので見ていきましょう。性能を、はい、性能なんですけど、これね、未開の11適性ですね。未開の11適性、もう懐かしいよね。もうちゃんとその未開ね、やってる方はもうやらないステージなんですけど、まあ、結構2回途中でちまちま進めてたよって人、なんか途中から始めたよって人は、そのもしかしたら輝くかもよとは。中層で言えば結構難しいところだったよね。11は2回11は結構癖のあるステージだったんで、今のちょっとやってないんで環境わかんないですけど、多分あんま変わってないと思う、はい、とりあえず2回11で使ってください。まだあそこが出てる方は。それ以外だと正直パッと浮かばんかな。ということで、新しいやつが来ましたね。栄冠の闘技場、これが何日から11月2日、はい、もうすぐですね。12日から来ますと、はい、でこれ運極達成数5以上必要なのでね、まあ、爆絶とかと同じ感じかな、はい、これの仕様なんですけど、全6セットになっていて、11月2日から2月8日までやっていると。だいぶ長いスパンでねやるイベントですね。はい、ってことで、まあ1週間、2週間にその5クエストが来るんですけど、1週間にトライできる回数がね、合計で10回という回数制限が設けられておりまして、なので雑にね、何回もトライできないよっていう仕様になってるね。一応マルチもできるんですけど、クリアがね、ホストのみになっております。でクリアすると、トロフィーっていうのが獲得できまして、このトロフィーの獲得状況によって特別な報酬がゲットできるという仕組み、はい、で特別な報酬は、まあ、勲章やりなり、アルセールのグッジョブだったりエビスのグッジョブとかが手に入るらしいです。はい、その他にも、オーブだったり、まあ、貴重なアイテムが手に入るのかな、まあ、とりあえずこの英雄の書のためだけにですね。はい、そして新イベントの発表ありました。デモンズオペラ第2幕、オセロのシリーズの第2幕がやっときましたよ。何年ぶりいたね。わかんない、6、7年ぶりだと思う。デモンズオペラが最初来てから超久々だな。いたね。後輩ですよ、オセロの。はい、でキャラなんですけど、まずはこのオーフィリア、水属性ですね。はい、オーフィリアなんですけど、パッと見未開26適性貫通ですけど、まあ今一番新しいところかな、未開の。はい、未開の一番新しいところに適性なんじゃないかなって感じがしてます。まあ、重力ウィンドウブロックなんでね、まあ、貫通ってとこ以外は全てハマってるかなって感じです。台でね、1枠そのボックス削り役としてね連れてってたと思うんですよ、結構な人が。26に関しては、まあ台持ってない人はこいつを削り役として持ってくのがいいんじゃないかなって感じだね。しかもあそこ弱点が移動する仕様なので、殴るとチューニングカードのところだからね、はい、この弱点露出の SS と、そしてアビリティの弱点キラーがすごく噛み合うんじゃないかなと思っております。足も速いしね、まあ、とりあえず未開26だと思います今のところ、はい、他あったらすいません。でも僕ちょっと浮かばないですね。はい、次はコーディリア&リアですね。こいつね、一旦未開の19、20か適正
マインで殴るところですよね。そう、マインで殴るところ、あのレザバリが貼ってあって、あのモネが活躍していたステージ、つららが出てくるところ、あの超速壁でワンパンしてる人も結構いるから、やってる人は、あのステージにおいて、まあキラーも刺さるし、超マインスイーパーも偉いし、SS も偉い、ワンパンする可能性もあると思ってるので、未開20ではマジで一番レベルで強いと思う。あとは発表でどれぐらいの攻撃力をもらうか次第。結構超マインスイーパー M と幻獣キラー L に、ね、引っ張られて攻撃力低かったら嫌だなっていう、あーそうね、キャラですね。4万欲しい、4万欲しいね。ほんと4万もらったらめちゃくちゃ強いと思う、正直。うん、でちょっと怪しんでるのが将来性で、裏近畿次10から15だと思うんですけど、あのワンチャンなんか15が来るから EX ステージで新キャラなんてなった時は、こいつ刺さった時には周回で使いたくなる性能なんじゃないかなって思ってます。ちょっと怪しくない？まあ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 、だけどあり得る範囲ではある、ね、そう、あり得る範囲だなって思ってる。なので今回のキャラの中でもかなり注目の一体なんじゃないかなって個人的には思ってます。はい、続いてはハムです。ハムちゃん、ハム、ハムなんですけど、オートジャベリンですね。そうですね、オートジャベリン、こいつどこで強いかなってちょっとね、我々ちょっと調べたんですよ。どこだったっけこいつみたいな。ぐんなり見ようね。そうだったね。ぐんなりが、そう、一応プニとか出てくるんですけど、種族神で、オートジャベリンがめちゃくちゃ強そうな、ステージ構成なのね。まあクガとか入れてワンバンしてるって人が多分ね、かなり多かったと思うんですけど、こいつ友情で多分エグい仕事量しそう、あのステージにおいては。オートシャベリン、神王封じが M、 魔法陣ブースト、これが全て刺さってすげーとかしそう。そうなるとね、完全そこを見てる感じがしたね。そうね、なんかそこ以外見えてない感じがするねなんかそんな気がしますね、今のところだと。はい、ってことでパーシーの重心化が発表されました。期待通りコピー持ってくれました。そして友情ブーストなんで、コピー友情ブーストっつったら、あれね、あれアザワル、最近だとね、アザワル、貴族生だと、貴族生だとアザワルがね、印象的。はい、まあアザワルはね SS の分があるんで、一応アザワルの SS 打った状態にはまあさすがに届かないんですけど、まあ、アザール SS 打ってからコピーなんてしないでしょ。わざわざね、わざわざ、まあ、だからもうほぼほぼアザールって見ていいような気がしてるけどね。まあそれがまず一つの特徴。そしてワープ減速壁なんですよ。織姫とかね、カノンとかいるラインですよ。近畿30あれみたいな、いけますよねと。お、まあコピーだしね、まあ、サンダルフォンと一緒に連れてったら3方向をコピーして、まあ荒野戦でまあ強い果てなみたいな、ちょっとワンチャンあるんじゃないかなって思ってる人いるんじゃない。まあ俺も見た時初めて、30の、思ったどうなんすか専門家。まあもう専門家っつうか、まあ、まだ周回してる身ですけど、まあなんだろう、まあ、僕のやってるやり方だとやっぱり状態異常回復はとてもありがたいですよね、うん、やっぱ毒を消してくれるっていうのは HP を担保する上で非常に35区では大事かなと思っております。でストライクショットもこれ、ね、結構麻痺するって言ってたじゃん、うん、多分20ターンのやつは麻痺確定な気がしてる。なるほど、まあこれはちょっと使ってみたら見なきゃ分かんない、実際に使わなきゃ分かんないね、
から、まあ、この麻痺が確定だったら、まあ、最後奈落戦でポーンって打ってあげてね、なんか結構ターン余裕持たせてあげたりもできるんで、その織姫持ってない人は1枠パーシーっていう選択肢はありなんじゃないかなって思ってますね。ありよりだと、ありよりのあり、さすがに織姫よりは劣るけど、うん、ありなキャラだなって正直思いました。でこいつなんかサンダルフォンと合わせよりおにゃんことの合わせの方が強いかなって思ってる。そのサンダルフォンをその複数持ってなくて、まあ、でもその HP をマックスにする方法でやりたいって人はおにゃんことを合わせんだったらパーシーかもしれないね。そのオートジャベリンとコッピーの相性が荒谷戦でも強いかなと思って。ああ強そうだね。ねえこれ友情ブースト持ってくるわけですからね、ありなんじゃないとか思ったりで、おにゃんこがその SS 短縮とか持ってないじゃないですか。 SS ターンチャージもおにゃんこだったらいいかなって感じ。サンダルフォンはもう自分で食べちゃうじゃん、超 SS ターン短縮で。だからまあそんなに補助してあげる必要がないんですけど、なんかおにゃんこぽんの反射の方を連れてく場合だったらそうやって補助してあげたらちょっと強いのかなと思ってたり今のところしてる。はい、ということで今回見てきましたけど、まあ、とりあえずなんかいろいろイベントとかも発表されたりねしましたね。難しいんかな、あそこの栄冠の闘技場ね、まあ、あれ一応報酬もあるんで、あのちゃんとちまちまやりましょう。そうね、一応あの最後に一気にやろうとかできないんで。そうなんだよね10回しかできないから1週間そう1週間で10回しかできないんで、そこは注意かなって思います。で新キャラ新イベントに関してはあの光属性のやつコーデリア、うん、アンドリアだっけ、はい、あいつが個人的には注目キャラ、はい、で今回の重心化のパーシーは比較的まとまってて強いかなと思います。コーナーの適性もなんかありそうなんで、まあ、実際使ってみないと分かんないですけどね、はい、注目しております。はい、という感じで以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。